タジアムです。皆さんこんにちは。今日はここヤンキースタジアムからニューヨークヤンキース対大分3ゲームシリーズ最終戦ゲーム3の模様をお伝えします。実況は私谷口弘明でお送りいたします。さあプレーボールです。ヤンキーススターティングラインナップが出ています。セカンドを守りますロビンソン・カノー、メジャー5年目のシーズンを迎えます。ライトの守備につきますジャーメイン・ダイ、今シーズンすでに2本の満塁ホームランを打っています。ヤンキースのスターティングピッチャーはセルジオ・ビトレ。まずは1回の表、先攻は大分、今シーズン絶好調のイチロー、現在の打率は3割2分。チェンジアップ、ボール、さあボール1から直球ボール外へ、内角低め、判定はボール、ノーストライク3ボール、アウトサイドコーナーストライク、ワンストライク3ボール、アウトサイドコーナーストライク、さあフルカウントからバット決まって見逃し三振、バットが出ません。今シーズンは好調なバッティングを見せるリュウ、現在打率は3割4分6厘。さあ打ちました、ショート取った、大分一瞬にしてツーアウト、リュウ内野ゴロに終わっています。高めの球空振り、バットが空を切りました。さあ初球空振りから低め打った、ワンボール、今村センター前ヒットを放ちました。さあこれで2アウトランナー1塁、インサイドコーナー空振り、チェンジアップが打てません。さあ初球空振りから低め際どい球ボール、低め際どい球ボール、1塁牽制、さあバッティングカウントになって、あーっと1点ドローをかけた、セカンド掴んだ、1塁へ送る、3アウトです。1回の表が終わって0対0、まだ得点。大分、ご覧のようなスターティングラインナップとなっています。大分のスターティングピッチャーは大谷、これから攻撃に入りますヤンキース。さあまずは1番ロビンソン・カノー、現在3試合ヒットが続いています。ワンアウトです。カノーセカンドゴロに倒れました。今シーズンは好調なバッティングを見せるデレック・ジーター、メジャー通算2塁打450まであと3と迫っています。現在5試合ヒットが続いています。ライナー1、2塁間抜けた、ライト前ヒット、さあこれでワンアウトランナー1塁、バッターは勝田天候機の1人デイビッド・ライト、今シーズンすでに2本のサヨナラホームランを打っています。現在打率は3割2分2厘。初球決まってストライク、初球まずは入れてきました。さあ1球目ストライクから、初球に送ってストライク、2ストライクノーボール、1球外してボール、第4球はツーシーム外れました、ライトよく選んでいます。一塁へ牽制球を送りました。さあ5球目、直球見送ってボール、さあ6球目、ランナー走った、三振、バットが空を切りました。センターからセカンドへ送球、三塁へ。現在打点でトップに立っているアレックス・ロドリゲス、現在打点ランキングのトップに立っています。現在打率は3割4分1厘。スプリットフィンガーに送ってストライク、さあ2球目、外のボール球、セカンド掴んだ、スリーアウトになりました。1回の裏が終わってヤンキース無得点で終了です。大谷まずまずの立ち上がりです。これから攻撃に入る大分、今シーズン絶好調のゴリン、現在打率は3割飛んで5厘。ストレート打った、松井交代、ワンアウト、ゴリレフトフライに終わりました。バッターはフリーマン、現在の打率は2割8分7厘。内側いっぱい決まってストライク、そして2球目、チェンジアップ外れました。第3球は内角低め打った、ワンボール、フリーマンセンター前ヒットを放ちました。さあこれでワンアウトランナー1塁、まずは1塁牽制、1塁牽制、1塁へ牽制、
シーズンは好調なバッティングを見せるチップアンブレス。現在打率は4割飛んで7厘。チェンジアップ外れました。さあワンボールからランナースタート、100名打ちました。ワンバウンド、ツーバウンドしてヒットになる。セカンドから一塁送球、アンブレスセンター前ヒットを放ちました。さあこれでツーアウトランナーは一塁三塁。まっすぐ見送ってストライク。第2球はインサイド打った、ショート取った、セーフ、大分先制。フィルダースチョイスが記録されます。今シーズン絶好調のイチロー、今日早くも2回目の打席を迎えます。さあ1球目アウトサイド高めいっぱい、ストライク、ワンストライクノーボール。さあ1球目ストライクから高め打った、取りました、スリーアウトです。2回の表が終わって1対0大分、まずは先制しています。1点を追いかけますヤンキース。先頭バッターは5番松井秀喜、今シーズンすでに2本の満塁ホームランを打っています。現在の打率は2割を下回っています。さあ3球目、鋭いスライダー、三振、全く当たりません。今シーズンは好調なバッティングを見せるマーク・テシーラ、現在打率は3割飛んで9厘。第2球はこれは見送ってボール、ワンストライクワン、スラブ打った、ファールボール、速球打った、ワンバウン、テシーラセンター前ヒットを放ちました。さあこれでワンアウトランナー一塁、まずは一塁牽制、内角低め見送ってストライク、一塁へ牽制球を送りました。さあ2球目、スライダー空振り、早くも追い込みました、ツーストライクノーボール、空振り三振、全く当たりません。バッターベルキー・カブレラ、今シーズンすでに2本の満塁ホームランを打っています。現在打率は2割8分9厘。低めわずかに外れてボール。さあボールワンからインサイド引っ張った、ファースト掴んだ、一塁ベースを踏んでアウト、スリーアウトです。2回の裏が終わって1対0大分、1点リードは変わり、大分この回は上位打線から始まります。今シーズンは好調なバッティングを見せるリュウ、現在の打率は3割4分5厘。さあ1球目ストライクからインサイドコーナー空振り、早くも追い込んでいます、高い球打ちました、台掴みました、ワンアウト、リュウライトへのライナーに終わりました。初球打ってきた、カブレラ落下点に入って、大分あっという間にツーアウト、今村センターフライに終わりました。今シーズン絶好調の鈴木、最初の打席は内野ゴロ、アウトサイド低め見送ってストライク。さあ初球ストライクからスラーブ打った、ショート掴んだ、一塁へ、スリーアウトです。最後はグランドボールに打ち取られました。3回の表が終わって1対0大分、1点、この回の攻撃はラストバッターから始まります。今シーズン絶好調のホセ・モリーナ、現在の打率は3割飛んで4厘。セカンド左破った、ヒット、センター前ヒットになった、モリーナセンター前ヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナー1塁、まず1塁牽制、スラーブ見送ってボール。さあワンボールからバットした、バッター追い込まれた、打った、引っ張った、一塁を取りました。前の打席でヒットを放っているデレック・ジーター、メジャー通算2塁打450まであと3と迫っています。これが2打席目になります。第2球はこれはバットの根元、セカンド掴んだ、一塁へ送る、一塁もアウト、ダブルプレー、スリーアウトになりました。同点のチャンスを逃しました。序盤3回を終了して1対0大分、1点リードは変わりません。ゲームは中盤4回に入ります。今シーズン絶好調のゴリ、これが2打席目になります。ストライク、インサイド厳しいところ、まずは初球決めてきました。さあ2球目、スラーブ打った、飛びついた、サードのエラーが記録されます。前の打席にヒットを放っているフリーマン、今日2打席目、まずは一塁牽制、ストレート打ちました、ライト落下点、取りました。今シ
シーズンは好調なバッティングを見せるマット・タップマン、今日2打席目アウトサイドコーナーストライク、まずは初球決めてきました。さあ1球目ストライク、これは見送ってボール、ワンストライクワンボール、変化球外側へボール、ワンストライクツーボール。さあバッティングカウントからアウトサイドつけた、ライナー1・2塁間抜けた、ライト前に転がっていきました。タップマンライト前ヒットを放ちました。大分今日4本目のヒット、スラーブ見送ってストライク、ワンストライクノーボール。さあ初球ストライクから真ん中打った、ワンバウン一塁転送、アンブレスライト前ヒットを放ちました。大分今日5本目のヒット、ボール外れた。さあ1球目ボールから引っ張った、ワンボール。流し打ちはライナー1・2塁間抜けた、ヒットになります。ライト前ミルズライト前タイムリーヒット、大分3者連続ヒット。今シーズン絶好調の一郎大分、追加点のチャンスを迎えています。さあ1球目ボールから直球外れました、流し打ち、サードの頭を越えた、ショート中堅、その間に2塁ランナーはホームですが大分この回3点目、一郎レフト線へのタイムリーヒット、大分4者連続ヒット。初球はまっすぐ見送ってストライク、二塁へ牽制球です。さあ2球目フロントサイドいっぱいストライク、2ストライクノーボール。第3球は高め打ちました、セカンド掴んだ、一塁は一塁アウト、ダブルプレー成功、スリーアウトになりました。4回の表が終わって4対0大分、この回3点を加えています。4点を追いかけますヤンキース、バッターはキャッチャー転向期の1人デイビッド・ライト、今シーズンすでに2本のサヨナラホームランを打っています。現在の打率は3割2分1厘、引っ張ったレフト線フェア、2塁送球、ライトレフト線にヒットを放ちました。ヤンキース今日4本目のヒット、まずは1球目まっすぐ見送ってストライク、ワンストライクノーボール。さあ1球目ストライクからボール、直球外れました。そして3球目アウトサイドコーナーストライク、豪快に引っ張った、サード掴んだ、一塁へアウト、ダブルプレイ、ツーアウトです。バッター松井秀喜、今シーズンすでに2本の満塁ホームランを打っています。今日2打席でツーシームを打った、セカンド掴んだ、ヤンキースあっという間に3アウトになりました。4回の裏が終わって4対0大分、4点リードは変わりません。これから攻撃に入る大分、今日ヒットを放っている今村、今日3打席目、スラーブ見送ってストライク、ワンストライクノーボール。さあ初球ストライクからインサイド高め打った、まだ伸びる、ぐんぐん伸びていく、ホームランホームランホームラン、第23号ソロホームラン、ヤンキースタジアムに突き当たった、ストレートを見事に捉えました。これで大分リードを5点に広げました。今シーズン絶好調の鈴木、現在打率は3割1分9厘、打った初球打ちヒットになります。センター前二遊間抜けるラインドライブ、鈴木センター前ヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナー一塁、インサイド引っ張ったファウル、さあ初球ファウルからランナーしたインサイド打った、セカンド掴んだ、あのタッチしてアウト、アウト、ダブルプレイ、バッターフリーマン、これが3打席目になります。ボール、さあ1球目ボールから真ん中打ちました、ワンバウンツーバウンドしてヒットになる、バッターランナー1塁蹴って2塁も狙う、フリーマン2塁でストップ、フリーマン右中間へのダブル、さあこれで2アウトランナー2塁、前の打席でヒットを放っているマット・タップマン、大分追加点のチャンスを迎えています。ボール外れた、
ーク手守備だ。これが2打席目になります。さあワンボールから流し打ち、どうだ。レフト掴みました。ワンアウト。テシェイラレフトライナーに終わりました。バッタージャーメイン・ダイ、今シーズンすでに2本のバディホームランを打っています。これが2打席目になります。さあ1球目ストライクから直球見送ってボール、ワンストライクワンボール。アウトサイド空振り、バッター追い込まれた。ツーストライクワンボール、見送ってボール。ダイよく選んでいます。ツーツーピッチからスワーブ見送ってボール、ダイよく選んでいます。さあフルカウントになってストレート打った、ワンボール。センター前ヒットを放ちました。さあこれでワンアウトランナー1塁。そして次のバッターはメルキー・カブレラ。最初の打席はファーストゴロ、キャッチャー掴んだ。前の打席でヒットを放ちホセ・モリーナ、これが2打席目になります。低め判定はボール。さあ1球目ボールから真ん中落ちました。ピッチャー取った、スリーアウトになりました。5回の裏が終わって5対0、大分5点リードは変わりません。ここでタイムです。ヤンキースピッチャーが変わるようです。ビトレ痛恨のノックアウト、チェンバレ今日2番手としてマウンドに上がります。初球決まってストライク、初球まずは入れてきました。さあ初球ストライクから外角高め際どい球ボール、インサイドコーナー空振り、ピッチャー追い込んだ。空振り三振、まずは先頭バッター三振に仕留めました。前の打席でタイムリー放っているミルズ、今日2打点を挙げています。直球見送ってストライク。さあ2球目外角へ変化球ボール、打ちました。バットのセンターカノー掴みました。ツーアウトです。前の打席でタイムリー放っているイチロー、今日はここまで3打数1安打、今日2打点を挙げています。初球決まってストライク、初球まずは入れてきました。さあ初球ストライクから低め打ちました。カブレラ落下点構えてセンター取りました。3アウトです。最後はセンターフライに倒れました。6回の表が終わって5対0大分5点リードです。ヤンキースこの回は打順よく1番からの攻撃です。左バッターボックスはトップバッターロビンソン・カノー、現在3試合ヒットが続いています。ワンアウト。カノー内野ゴロに倒れました。今シーズン絶好調のデレック・ジーター、メジャー通算2塁打450番、あと3と迫っています。現在打率は3割飛んで7厘。あっと自打球速球打った、ワンバウンド、ツーバウンドしてヒットになる。2塁送球、ジーター右中間深っ端で破っていきました。さあこれでワンアウトランナー2塁。バッターは百田天候部の一人デイビッド・ライト、今シーズンすでに2本のサヨナラホームランを打っています。今日3打席目、ここでタイムです。ヤンキースピンチヒッターを投入してくるようです。ここでピンチヒッターフランシスコ・サーベリ、現在打率は2割を下回っています。さあこの場面で代打フランシスコ・サーベリ、現在の打率は2割を下回っています。さあワンボールから、あーっと自打球、そして3球目外角見送ってボール。さあバッティングカウントになってボール。さあ5球目ツーシーム打ちました、右へ切れたファウル。サーベリ粘っています。外角低め打ちました、ショート取った、ツーアウトです。現在打点でトップに立っているアレックス・ロドリゲス、現在打点ランキングのトップに立っています。今日3打席目、低めの球空振り。さあ初球空振りからツーシーム打った、レフト前クリーンヒット、ジーターその間にホームへ、セーフ。ヤンキース1点返しました。バッターランナーストップ。さあこれで2アウトランナー2塁。そして迎えるバッターは注目の松井秀喜、今シーズンすでに2本の満塁ホームランを打っています。これが3打席目になります。センター落下点取りました、3アウトになりました。セカンドランナー残
三塁。中盤終わって5対1ヤンキース。この回1点を返しています。ゲームはこれからセブンスイニングに入ります。今シーズン絶好調のリュウ、現在の打率は3割4分4厘。さあボールワンからストライク、インサイド厳しい球、インサイド空振り、ピッチャー追い込んだ、打った、ワンボール。カーブ打った、リュウ粘っています。インサイド引っ張った、ファースト取った、一塁ベースを踏んでアウト、ワンアウトです。リュウ内野ゴロに終わっています。今日ヒットを放っている今村、前の打席は追加点となるソロホームラン、今日4打席目。外角低めいっぱいストライク、まずは初球決めてきました。さあ初球ストライクから、アウトサイドコーナー空振り、追い込んでいます。空振り三振、今村かすりもしませんでした。前の打席でヒットを放っている鈴木、今日はここまで3打数1安打、現在打率は3割2分2厘。チェンジアップ見送ってストライク、さあ初球ストライクから、おーカーブ外れました。そして3球目、速球打った、まだ伸びる、ぐんぐん伸びていく、入った、入りました、ホームラン、第18号ソロホームラン、ヤンキースタジアム突き刺さった、152キロの初球を捉えました。6対1大分リードを5点に広げました。今ホームイン。今シーズンは好調なバッティングを見せるゴリ、今日はここまで3打数ノーヒット、現在の打率は3割飛んで2厘。外角低めいっぱいストライク、初球まずは入れてきました。さあ1球目ストライクから、外のボールが待った、スリーアウトになりました。7回の表が終わって6対1大分、この回1点を加えています。5点を追いかけます。ヤンキース、今シーズン絶好調のマーク・テシーラ、現在打率は3割飛んで9厘。ここでタイムです。大分ピッチャーが変わるようです。松井今日2番手としてマウンドに上がります。変化球ボール、低めのダウンステア、
セカンドライナーに終わりました。今日ヒットを放っているミルズ、現在の打率は3割2分2厘。スライダー打ちました。カノー取りました。スリーアウトです。8回の表が終わって6対1大井が5点リードです。ヤンキース、この回の攻撃はラストバッターから始まります。今シーズン絶好調のホセ・モリーナ、現在の打率は3割飛んで5厘。ここでタイムを取りました。ヤンキースピンチヒッターを投入してくるようです。代打はホルヘ・ポサダ。おう、スローカーブ外れました。さあ1球目ボールから速球打った。ショート取った。ワンアウト。ポサダショートゴロに倒れました。バッターロビンソン・カノー、今日はここまで3打数ノーヒット。現在3試合ヒットが続いています。ここでタイムを取りました。ヤンキースピッチヒッターを投入してくるようです。バッターは代打スコット・ヘアスト。ヤンキース続けざまに代打を投入してきます。ボール、これはサークルチェンジ。さあボールワンからストライク、アウトサイド厳しいところ。そして3球目インサイドコーナー空振り、ピッチャー追い込んだ。低め見送ってボール。さあ平行カウントから空振り三振、バットが空を切りました。今日マルチヒットのデレック・ジーター、メジャー通算二塁打450まであと2と迫っています。これが4打席目になります。ここでタイムを取りました。ヤンキースピッチヒッターを投入してくるようです。代打はジェイミー・キャロル、メジャー通算二塁打100まであと2と迫っています。現在打率は2割3分6厘。ワンバウンド、キャロルレフト前ヒットを放ちました。さあこれで2アウトランナー1塁。バッターは6回途中出場フランシスコ・サーベリ、現在打率は2割を切っています。ここでタイムを取りました。ヤンキースピッチヒッターを投入してくるようです。ピンチヒッターはジョン・ボーカー。ヤンキース代打構成に出ます。現在打率は2割5分7厘。さあ初球ストライクから、低めいっぱいストライク打った。引っ張った、一路を取りました。スリーアウトになりました。8回の裏が終わって6対1大分5点リードか。いよいよ最終回を迎えました。今日2打点の一路、これが5打席目になります。ヤンキース守備を変えてくるようです。ヘアストン変わりましてキャロル、セカンドに入ります。キャロル変わりましてセラルト、ショートに入ります。ファール。第2球は引っ張った、右へ切れた。ファール。外角低め打った。ストレート打った、センター落下点掴みました。ワンアウトです。一路センターフライに終わりました。今シーズン絶好調のリュウ、現在打率は3割4分4厘。ボール直球外れました。さあボール1からスライダー打った、セカンド取った。2アウト。リュウセカンドゴロに倒れました。今日マルチヒットの今村、これが5打席目になります。まっすぐ見送ってストライク。さあ2球目、真ん中打った、セカンド取った。3アウトになりました。最後は内野ゴロに打ち取られました。9回の表が終わって6対1大分5点リードです。ヤンキース、この回は4番クリーンアップヒッターからの攻撃です。現在打点でトップに立っているアレックス・ロドリゲス、ここからの反撃に期待したいところ。これが4打席目になります。ここでタイムを取りました。大分ピッチャーを変えてきます。キング今日3番手としてマウンドに上がります。さあ1球目空振り、思い切って振っていきました。ワンストライクノーボール。守備を変えてくるようです。一路変わりましてマイケルズ、ライトに入ります。さあ2球目ボール、外角低めの変化球、高め打ちました。ボール、空振り三振、バ
ストライクから、スラード見送ってストライク、一つ外してボール、次は4球目、カットボール打ちました、ショート取った、ツーアウトです。松井ショートゴロに倒れました。今シーズン絶好調のマーク・テシェイラ。